今回は視聴者の皆様からロンドンのオイスターカードの解説動画が欲しいです、こんなリクエストがあったので英国在住歴10年の白石がまとめてみました。ロンドン観光で地下鉄やバスに乗車する際絶対に必要になるのがオイスターカードです。このカードは日本でいうスイカやパスモ、イコカみたいな存在です。ロンドンの地下鉄はオイスターカードを持っている人と持っていない人では乗車賃が全然違います。例えばゾーン1からゾーン2に移動する場合でも改札で切符を買うと6.7ポンド、オイスターカードを持っている人は2.7ポンド、なんとその差額はほぼ半額です。びっくりするぐらい料金が違います。もちろん乗る時間や移動するゾーンによって値段は変わりますので、これはあくまで一例ですが断言できることが一つあります。地下鉄に乗るたびに切符を買って移動していたらとんでもなく損をします。絶対にオイスターカードをゲットしてください。ゲットするタイミングは早ければ早いほどいいです。なのでヒースロー空港に着いたらまずはオイスターカードを購入してホテルに移動するのがいいと思います。そしてもう一つオイスターカードをおすすめする理由があります。ロンドンの2階建てバスはオイスターカードを持っていないとそもそも乗車することができません。つまりオイスターカードを持っていない人がバスに乗ろうとすると乗れませんよってドライバーさんに言われちゃいます。乗ろうとしていたバスに乗れず予定通り観光できなかったと後悔する前にぜひこちらの動画をご覧ください。この動画では大きく3つのパートに分けてできる限り分かりやすく説明したいと思います。最初にオイスターカードの基本情報、次にロンドンの地下鉄やバスを利用する時の基本情報、そして最後のパートではオイスターカードの他にもトラベルカードやコンタクトレス決済のサービスと比較して何が一番お得なのかも説明していきます。話の流れで乗車時の禁止事項や注意する点もしっかり説明していきます。それでは行ってみましょう。まずはオイスターカードの基本情報について説明します。買い方、オイスターカードは地下鉄の駅などにある自動券売機で購入できます。ヒースロー空港にも自動券売機がありカードを購入することができます。駅にあるほとんどの自動券売機でオイスターカードを購入することができます。オイスターカードを購入できる自動券売機にはオイスターバイと表示されています。支払いはクレジットカードまたは現金を利用できますが、機械の種類によっては現金が利用できない場合もあります。対応している支払い方法は自動券売機の上の部分に書いてあります。ロンドンの自動券売機は日本語表示にも対応してあります。画面の下にある日本国旗をタッチして表示を日本語に切り替えます。国旗が表示されていない場合は画面の下に言語変更のボタンがあるのでそれを選ぶと言語選択の画面になります。表示が日本語に切り替わります。新規カードを購入するをタッチします。購入するオイスターカードの枚数を入力して右下の確認するをタッチします。オイスターカードを用意していますと表示されますので少し待ちます。続いてカードにチャージする金額を選びます。チャージ額の目安は 8.1× 利用日数プラスアルファですが、僕のアドバイスとしては大金を最初にチャージしてカードを紛失した時のことを考えるとあまり大きな金額は入れない方がいいかなって考えてます。なのでとりあえず20ポンドぐらいチャージしたらいいと思います。チャージした金額がなくなったらまたチャージしたらいいと思います。チャージ額を選択したら支払いに進みます。クレジットカードで支払う場合はクレジットカードを挿入します。画面ではバンクカードと表示されますがクレジットカードのことです。クレジットカードが正しく挿入されると画面の暗証番号の入力指示が出ます。画面右下にあるキーパッドから暗証番号を入力し右下の緑ボタンを押します。暗証番号の入力が終わると画面にクレジットカードを抜くように指示が出ます。クレジットカードを取り忘れないように注意してください。下の取り出し口からチャージされたオイスターカードが出てきます。使い方、オイスターカードの使い方は日本の交通 IC カードのように改札機にある黄色い読み取りセンサーにカードをタッチして入場します。ここでしっかり伝えておきたいことは改札のカードリーダーへのタッチインとタッチアウトはきちんとしましょう。日本の改札口のセンサーと比べるとロンドンの地下鉄のセンサーは感度が悪く、タッチして改札が開いて抜けたのにタッチミスの判定をされると後から自動的に罰金としてペナルティーチャージされる場合があります。カードリーダーにタッ
ッチしてから改札が開くまでの時間が少しかかるので、前の人が改札を出てしっかり改札が閉まるのを確認してからタッチすることをお勧めします。前の人が改札を出て閉まる前にタッチしてしまい一緒に通ってしまうと、自分のタッチはミスとして判定されることがよくあります。ミス判定はロンドンの地下鉄あるあるなので注意しましょう。なのでタッチするときはこれでもかってくらいカードリーダーに強くカードを押し付けて、緑のランプが点灯するのをちゃんとチェックしましょう。タッチインとタッチアウト、どちらか片方でもミス判定の場合は罰金の対象です。出口の改札でタッチに成功すると運賃が精算されて液晶画面に残金が表示されます。残金がマイナスになってもその場は降りることができますが、すぐにチャージしましょう。例えば地五線を見るためにグリニッチに行くときに乗ることがある DLR などでは入場出場の自動改札がない駅があります。この場合は出入り口にタッチする機会があるので見逃さずにタッチインとタッチアウトをしましょう。普段冷静な時はタッチインとタッチアウトを忘れないんですけれども、例えば電車が遅延して小走りで行けばミュージカルの開始時間にギリギリ間に合うかもみたいな焦るシチュエーションではあれこれ他のことをいろいろ考えてしまいタッチアウト忘れちゃうみたいなことは誰にでもあるので要注意です。そして地下鉄以外のロンドンの近郊もオイスターカードで乗車可能な区間があります。例えばハリーポッタースタジオツアーへ行く場合はロンドンからちょっと離れたワトフォードジャンクション駅まで行く必要があります。この駅はオイスターカードが使えます。対応エリアは随時拡大しています。なのでロンドンからちょっと離れた場所に行くときはオイスターカードで行けるエリアかどうか調べることをおすすめします。チャージの仕方、オイスターカードの残金がなくなったら日本の交通 IC カードのようにチャージができます。ロンドンではチャージすることをトップアップと言います。ほとんどの自動販売機はトップアップに対応しています。トップアップの手順は自動販売機の右下の黄色いセンサーにオイスターカードをタッチします。現在の残高が表示されます。画面下のチェンジラングエージで表示を日本語に変えます。画面の左側のボタンでチャージする金額を選びます。料金を支払います。クレジットカードで支払う場合はカードを挿入します。クレジットカードを挿入すると暗証番号の入力指示が表示されます。右下のこのボタンで暗証番号を入力し、右下の緑ボタンを押します。暗証番号を正しく入力するとクレジットカードを抜くように指示が出ます。クレジットカードを取り忘れないように注意しましょう。続いてオイスターカードを右下の黄色いセンサーにタッチしてカードにチャージします。チャージが成功すると画面にチャージが完了したと表示されます。その後以下のようにチャージされた金額が残高に表示されます。以上でオイスターカードへのチャージは完了です。残高の返金方法、直近では2022年9月4日にルールの変更がありました。以前はカードを作るときに払ったデポジットも返金されましたが、今は返金の対象ではありません。現在のルールではカードにチャージした残高分は返金できます。その方法をお伝えします。返金方法は券売機と窓口の2つの方法があります。条件がそれぞれ違うので自分のシチュエーションに応じて券売機と窓口のどちらに行くべきか判断してください。自動券売機で払い戻しができるのは購入後48時間以上経過していて、チャージ残高が10ポンド以下のオイスターカードが対象です。デポジットは含まないチャージ残高の10ポンドのみ返金の対象です。返金が完了するとオイスターカードが手元に残りますが、一度払い戻しをしたオイスターカードを再利用することはできません。なので旅の記念に持ち帰りましょう。ここからはこの動画のパート2の部分です。ロンドンの地下鉄やバスを利用する時の基本情報を説明していきます。ロンドンの地下鉄は中心地から郊外へ向かってゾーンに区切られており、乗車時間によってピークとオフピークに分けられ料金が違います。ロンドンの主な観光地はゾーン1と2、ヒースロー空港がゾーン6に属しています。月曜日から金曜日の朝6時半から朝の9時半と夕方の4時から7時までがピーク時間の料金になります。ただし平日の夕方4時から7時の間にゾーン1以外からゾーン1に行く場合はオフピークと同じ料金です。帰宅ラッシュの時間帯に上り方面の地下鉄を利用する人が少ないから安いと覚えておくといいでしょう。そしてこの料金表を見ると切符とオイスターカードでは地下鉄の料金にかなり違いがあるのもお分かりいただけると思います。
います。このメリットだけでも絶対にオイスターカードの購入を勧めるのですが、さらにオイスターカードを利用している方は1日の上限金額以上を利用した場合、それ以上引き落としされないプライスキャップ制があるのも大きなメリットです。つまり観光地が多いゾーン1と2の中で1日の上限金額 8.1 ポンド以上利用すると、それ以上の引き落としはされないので乗り放題となります。なので観光するぞと決めた日は 8.1 ポンドで終日地下鉄が乗り放題だと思っていろいろな観光地を回ることをおすすめします。乗車中の注意事項としては、お酒の持ち込みが禁止です。日本みたいにビールを片手に乗車することはできないので注意しましょう。時々ですね、ホームレスの方が物乞いで近寄ってきますが、相手にしなければ大丈夫です。緊急時以外は車両と車両の移動は基本禁止です。ロンドンの2階建てバスもオイスターカードで乗車できます。逆に現金では乗車できないので注意しましょう。バスに乗ると運転手席のそばに黄色い読み取りセンサーがあるので、ここにカードをタッチします。そしてここがポイントなんですが、バスを下車するときはカードのタッチアウトは不要です。地下鉄の場合はタッチインとタッチアウトをしっかりしましょうと伝えましたが、バスの場合はタッチインのみ必要でタッチアウトは不要です。乗車するとチャージ残高から 1.65 ポンド引かれます。一度タッチして最初のバスに乗車して、最初のバスを下車して他のルートのバスに乗り換えるために、次に乗車したバスのタッチが最初のタッチから1時間以内の場合は料金が引かれません。なので1本のルートで目的地に行けない場合でも、乗り換えがうまくいけば1回分の乗車賃で目的地まで行けます。そして地下鉄と同様に2階建てバスにも1日の上限金額以上を利用した方はそれ以上引き落としされないプライスキャップ制があります。1日に引かれる運賃の上限は 4.95 ポンドです。ロンドンを上手に観光するためには、オイスターカードのプライスキャップ制をしっかり理解することがポイントとなってきます。ゾーン1と2だけだったら、地下鉄だけを利用する場合は上限金額が 8.1 ポンドです。バスだけを利用する場合は上限金額が 4.95 ポンドです。地下鉄とバスを併用する場合は上限金額が 8.1 ポンドプラス4.95 ポンドなので、合計 13.05 ポンドとなります。ロンドンはただでさえ物価が高いので、移動にかかる費用は抑えたいなと思う方はバスだけで旅行を完結できると非常にお得です。バスだけを利用するメリットとしては、予算を低く抑えられます。もう一つはバスの2階からロンドンの街並みを楽しむことができます。デメリットとしては、地下鉄の移動と比べて目的地までの到着に時間がかかります。また渋滞にはまる可能性も考えられます。僕からのアドバイスとしては、観光地をたくさん回りたい人は上限金額 8.1 ポンドで地下鉄を乗り回して移動する範囲を広げることをおすすめします。逆に時間に余裕があってロンドンの街並みを見るのが目的ですとか、観光する場所がそれほど多くないという方は2階建てバスだけの利用でもいいかもしれませんね。あんまり移動にかかるお金は気にしないよということであれば、上限金額 13.05 ポンドで地下鉄とバスを併用すると両方のメリットを満喫することができます。そしてここからはこの動画の最後のパートです。オイスターカードの他にもトラベルカードやコンタクトレス決済などのサービスがあります。それらと比較をして何が一番お得なのか、個人的な見解も含めて説明していきます。トラベルカードの基本情報。トラベルカードはオイスターカードにチャージする IC トラベルカードとペーパーのトラベルカードがあります。 IC トラベルカードとペーパーのトラベルカードで料金の違いはありません。トラベルカードは1日券と7日券があり、ゾーン別にピークとオフピークにより料金が異なります。オフピークは月曜から金曜日の午前9時半から利用することができます。それよりも朝早い時間帯では使えません。1日券の有効期限は0時0分1秒から翌日の朝4時半です。利用できる公共交通機関はオイスターカードと同じで、ロンドン交通局のバスは全てのゾーンで利用が可能です。オイスターカードとトラベルカード、どちらがお得か、旅行中の利用日時と利用する回数などによってオイスターカードとトラベルカードのどちらがお得なのかが変わってきます。例えば観光地が集中しているゾーン1と2の移動だけで考えるなら、ズバリ結論から言うと、3日以内の旅行ならオイスターカードがお得です。4日以上の旅行ならトラベルカードがお得です。計算式はこんな感じです。7日券のトラベルカードは 40.7 ポンドです。トラベルカードの金額は地下鉄とバスの両方が使えるので、オイスターカードでも同じ条件の場合、1日の上限金額が 13.05 ポンド
ポンドですよね。なのでオイスターカードの上限金額 13.05×7 イコール 91.35 ポンドです。圧倒的にトラベルカードが安いのが分かりますよね。もし旅行の日程が3日間だったらオイスターカードの上限金額 13.05×3 イコール 39.15 なので、トラベルカードの7日券を買うより安く抑えられます。でももし2階建てバスに乗らず地下鉄だけを利用して移動すると決めている方はオイスターカードの上限金額を 8.1 ポンドで計算できるので、損してしまう日数と得する日数が変わってきます。オイスターカードで地下鉄だけを利用すると決めた条件とトラベルカードを比較した時の結論は、5日以内の旅行ならオイスターカードはお得です。6日以上の旅行ならトラベルカードがお得です。もし旅行の日程が5日間だったらオイスターカードの上限金額 8.1 ポンド ×5 イコール 40.05 ポンドなので、トラベルカードの7日券を買うより安く抑えられます。もし旅行の日程が6日間だったらオイスターカードの上限金額 8.1 ポンド ×6 イコール 48.6 ポンドなので、トラベルカードの7日券を買う方が安くなります。ちょっとだけ複雑なパートだったので何度か見ていただけるといいかもしれません。もしよくわからないなという方は公式 LINE で無料相談も行っておりますので、遠慮なく質問してください。もしかして、もしかすると勉強熱心のあなたはロンドンパスの存在もご存知かもしれません。ロンドンパスのサービスにホップオンホップオフバスも含まれているので、オイスターカードとトラベルカードとロンドンパスを比べるとどれがお得なのと思われる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないので、その点だけ少し説明しておきますと、今回説明したオイスターカードはロンドンの2階建てバスを利用することができます。しかしオイスターカードでホップオンホップオフバスは利用できません。なので全く別のサービスなんだな、比較するものではないんだなとご理解していただければ幸いです。オイスターカードとトラベルカードとロンドンパスを混同してしまうことだけ注意してください。もしロンドンパスのことも詳しく知りたい、こんなリクエストがありましたらぜひコメント欄で教えてください。そして最後にオイスターカードとコンタクトレス決済を比較してみましょう。コンタクトレス決済対応のデビットカードやクレジットカードを利用する方法と、 Apple Pay や Google Pay を登録したスマホのコンタクトレス決済でもロンドンの交通機関に乗車することができます。同じ料金割引や料金上限のメリットもオイスターカードと同じです。デビットカードとクレジットカードは電波アイコンがついているマスター、ビザ、アメックスのカードが利用できます。日本発行のカードでも使えるケースが多いです。ただし 100% とは限りませんので、ご自身の持っているカードが利用できるかどうか都営前に一度確認することをお勧めします。スマホのタッチ決済、日本でもスマホを自動改札にタッチして通過する方が多くいますが、それと全く同じイメージです。 Apple Pay、Google Pay などスマホタッチの決済が利用できます。オイスターカードとコンタクトレス決済を比べるとどっちがベストですかっていう質問に対して、僕の意見はコンタクトレス決済の方がいいと思います。いいと思う理由が2つあります。1つ目はオイスターカードを作るときに払わなければいけない7ポンド分が節約できます。2つ目はチャージする手間が省けます。ただし人混みで誰が見てるか分かんないところでクレジットカードを出す機会は極力減らしたいなみたいな理由がある方はオイスターカードでもいいと思います。こんな感じでロンドンのオイスターカードの利用方法をお届けさせていただきましたが、ロンドンに行ったことあるよというあなたはぜひコメント欄にその時の思い出を共有してください。まだ行ったことないけどこの動画見てロンドンに行ってみたいなと思った方はぜひいいねを押してください。それではご視聴ありがとうございました。